さーて、ゼロから村の村づくりも終わったし、帰りましょうかねー。もう帰っちゃうのかい？そうだねー。この村のこと、よろしくですー。了解。さあ、今日は何をしようかなー？どうも、こんにちは、こんばんは、タコライスです。今日もマイクラやってくれー。はい、今日も元気にやっていきます。今日は何をするのかというと、洞窟探検です。村でのんびりしようかとも思ったのですが、なかなかそうもいかないんだよねー。前回ブランチマイニングをして廃坑を見つけた洞窟に行こうと思います。さあ準備準備。いやー、洞窟探検に行って鉄とレールをゲットしてこないと鉄道作りができないんだよねー。しかも前の海底神殿の時にダイヤの装備もなくしちゃったし、ダイヤも取ってこないといけません。洞窟探検に行かないと何もできないような状況なんです。もう参っちゃうよねー。今回は鉄、レールをゲットしながら洞窟の深いところまで行って、ダイヤ、金、レッドストーンなんかをゲットしてきたいと思っています。そうそう、金も少なくなってきたからねー。誰かさんが金のリンゴとか食べちゃったせいでねー。金のリンゴを食べちゃうなんておっちょこちょいだよねー。はぁ、あ、いやいや、元気を出していきます。とここで神技スイッチオン。うまい。今日の私はなかなかイケてます。洞窟探検もきっと大成功だねー。頑張っていきますよー。またゼロから村に戻ってきました。おぉ、賑やかでいい感じです。あれ、帰ったはずじゃ。ちょっとや暮用でねー。そっかそっか、ゆっくりしてくといいよー。ありがとうだぜー。さーて、洞窟に行きますかー。確かブランチマイニングをやった場所はすぐ近くだったはずだよねー。入り口はどこかなー。お、あったあった、ここです。よし、ちゃんと鎧を装備して、これで準備オッケー。行きますかー。あー、モンスター少ないといいなー。鉄の鎧だし、なんか心細いよねー。さっと行って、サクッとゲットして早めに帰ってきたいと思います。ここから先がまだ行ってない場所みたいです。あ、そうだ、皆さんからのアドバイスを活用していきたいと思います。洞窟の奥に入るときは松明を右の壁につけていくと迷わないみたいです。あとは紛らわしい分かれ道も塞ぎながら行きたいと思います。松明を右側につけるのってすごくいいアイディアですよねー。帰り道は松明を左側に見ながら帰ればいいみたいです。ムフフ、これでもう迷うことはなさそうです。アイディアくれた方、ありがとうございました。もう結構奥まで来たんだけどな。お宝とかダイヤとかはまだ見つかりません。もっと奥に行ってみましょう。松明を目印にすれば迷うことはないからねー。ガシガシ進んでいけます。道を作ってっと、あ、ちょっと落とさないでくださいねー。せっかく迷わないでここまで来てるの危ない。ひーふう、まったく、タイミングが悪すぎです。
うわ、また向こうから。あ、解決です。よしよし、どんどん奥に行きますよ。なんか広い場所に出ました。ちょ、危ない。暗闇で待ち伏せなんて。ここどうなっているんですかね。いきなりこんな広いスペースがあるなんて、あんまり見たことないよね。珍しい感じです。相変わらずモンスターもいるので気をつけて進みます。レールがたくさんあるみたいで嬉しいですね。鉄もゲットです。順調順調。いてて、もうどっから出てきたんですか。危ないねー。レールレール、これがあれば鉄道が作れます。たくさんゲットしていきますよ。とりあえず迷わないようにここは塞いでっと。雨漏り、茶色い水の雨漏りです。そんなこともあるんですねー。今回は迷わないことを優先していきます。分かれ道は塞いでいくことにしますよ。あ、スポーンブロック、しかも毒蜘蛛じゃねえかー。あー、やばい、これはやばいやつです。もうなんとか安全な場所に追いかけてきてるー。やばいです。むむむ、この毒を食らうと体力が 0.5 になるまで減ってしまいます。その状態でもしモンスターに襲われたら、まだこんなところでは死ねません。よし、だいぶ回復しました。早くあのスポーンブロックを壊さないと、またどんどん雲が出てきちゃいます。毒蜘蛛、嫌ですねー。勘弁してほしいです。これでよし。ふう、やっと落ち着きました。お、金もあります。あ、今回は普通の鉄のツルハシを忘れてきてしまったので、全部シルクタッチのツルハシで鉱石を取っていきます。いつも何か忘れ物しますよねー。あ、宝箱来たー。チェスト発見です。まずは周りの安全の確保です。よし、開けますよ。箱の中身は何だろうなー。ダイヤ来たー。ダイヤです。よっしゃー。これは嬉しいねー。まさかこんなところでダイヤをゲットできるなんて。むふふ。今日は運がいいです。さあ、この調子でどんどん行くぜー。むふふ。むふふふふふふふ。お、エメラルド。これも欲しかったんです。村人さんとの取引に使いますからねー。よし、調子が出てきたぞー。ついに廃坑を抜けて、洞窟になってきました。しかもどうですかー、ダイヤの匂いがプンプンする場所です。これはいい感じですよー。
このゾンビさん、さっき私が落とした鉄鉱石を持っています。マグマに落とさないように回収したいです。あれ？あんなところにダイヤがー。ああ、ダイヤに見とれている隙に。いやいや、とりあえず鉄鉱石はいいとして。周りの安全を確保してダイヤを。いやー、すごいです。ダイヤ、嬉しすぎます。ちょっとまだ敵が多いなぁ。せっかくのダイヤ、ゆっくりゲットしたいよねー。ちょ。あぁ。あぶねぇ。もう。貴重な鉱石が爆発に巻き込まれるところでした。よし。とりあえずモンスターは大丈夫かな？さーて、いよいよお楽しみタイムです。エメラルド、金。そして、ムフフ。ついにゲットします。やったぜー。さてさて。随分楽しそうですね。いやダメだー。ちょっと待ってー。